名高き征服王を制したと聞き及びましたが、ここまでの力を持っているとは、さすがと言うべきでしょうか。優勢の先兵、人の営み、そのすべてを奪わんとする者。なるほど、次なるトップサーバントはお前というわけか。旧国の聖女ジャンヌ・ダルク、故国ならざるセラフをも救わんとするか。無駄なことだ、やめておけ。英雄としてのお前は多くの命を奪い救ったのだろう。だが所詮はその程度だ。私は文明を破壊する天の使い、たとえ貴様が津波になろうと我が猛威を崩すことはできない。諦めろ、そして我が破壊の軍門に下れ。従うのなら殺しはしない。トップサーバントであれば使い道もあるだろうからな。私に下れと？ムーンセルから脱された情報とはいささかイメージが違いますね、あなたは。ですがそれは無駄な幸福勧告です。月の王権たるレガリアを有してはいませんが、私にはこのクラスがある。本来であれば聖杯戦争を管轄裁定するためにこそエクストラクラスを与えられた身ですが、今はこの力を戦いのために使いましょう。アルテラ、あなたの全てを封じるために。そうか、そこで殺すと口にしないのは貴様の心情なのだろうな。甘い考えだが、戦場でその甘さを徹底できる者は真の強者であることを私は知っている。そう、いいだろう。愉快の持ちになったぞ、ジャンヌ・ダルク。まずはその聖なるものを私は破壊しよう。どうでしょう、あなたは本当に世界の全てを破壊できますか？無論だ。であるからこそムーンセルはお前たちを使わしたのだからな。その文明を破壊する。私
飽きもせずまたぞろ雑種の争いか。トップサーヴァントとのたまっていたな。よもや貴様ら自らが史上の英霊であるとでも。ムーンセルの水郷にも困ったものよな。ならば俺が貴様ら雑種に拝謁の光栄を与えてやろう。刮目せよ、絶望せよ、この俺こそが真に史上にして唯一の英雄である。黄金の英霊。なんだ、雑魚を率いる雑種はすでに戦意喪失か。だがもう一匹は騎乗よな。この俺の姿を目にしてなお果敢にも刃を向けてみせるとはな。どしがたい野郎か。出なければなんだなあ、雑種もどき。時を無駄に消費するな。口を開いても構わんと言っているのだぞ。俺はすこぶる機嫌が良い。貴様次第ではさらなる宝剣をくれてやる程度にはな。何しろセラフがこの手の揺らぎを起こすのは珍っ。あまりにもキーであったがゆえ、何わざわざ教会を切り裂いて出向いてやったのだ。わかるか雑種、万に一つの光栄を貴様らは得ているのだ。これを喜ばずして何を喜ぶ。自らの手で限界を。そんなことはあり得るはずがありません。いかにトップサーヴァントといえども。単独での限界、ありえざる事象、それが何だというのだ。私は戦うもの、殺戮の機械だ。立ちはだかるならば何であろうと。破壊する。古い文明の匂いがする。お前は人間よりの真っ当な命の流れに担いな。黄金の鎧と無限の宝具、これに該当するサーヴァントは一騎のみ。呼ば英雄王、世界最古の英雄キルガメッシュ。匂いとは幽星のしもべらしい野蛮さよ。食うことのみに執着する獣のようではないか。だがその言葉、貴様の比類なき肉体に免じて受け取ろう。褐色の戦士よ、星に刻まれた伝承がまことか否か俺に見せてみるがいい。原始文明の末端、私の足から逃れた末裔風情が大きな口を叩くな。そうか、やはり破壊しか知らぬのか。よいぞ、俺を飽きさせるな。その文明を破壊する。全てを消し去ろう。シャクナ、俺はどうだ。
お許しを。しだけちし許し。なんだ、野生犬にも牙はあったか。その文明を破壊する。ハレイダ、そこだ。裁きの時だ。神戸を垂れよ。どうした、あの姿にはならぬのか。小生意気にも俺を焦らすか。白い巨人になれば俺を圧倒できよう。英霊もどき程度では物足りん。遠慮はいらぬ。さあ何もかも破壊し尽くすがいい。怪物の類に差したる興味はないが、こと人類の完全なる破壊者ともなれば話は別だ。かつて神を殺した巨人、地表を蹂躙したおぞましき者、まさに我がエアを抜くにふさわしい。英雄を、確かに私は破壊の化身だ。多くを残して見せた英雄とは違う。剣を振るう目的はただ一つ、破壊のみ。だがそれでも私には、かつてこの姿で地上をかけた記憶がある。14,000年前の巨人ではなく、小さき人として。ただ壊すだけではなく、確かに意義を残したはずの戦いだ。その過程を汚すことはできない。ほう、お前の言う通り、この私はただの英霊もどきに過ぎないのだろう。けれど今の私は英霊アルテラだ。そう呼んだ者がいる以上、私はこの姿のまま破壊の大王として剣を取る。セファールと戦いたいのであれば、この私の体と教授ごと粉砕するがいい。白き巨人にはならぬと言ったな。ならば
無理にでも巨人を叩き起こすまで。これは、なんだ、毒か。ははははさあ白き巨人に変われ。雑種もどきのままではたちまち死ぬぞ。私はセファールには。私に助けを。いいだろう、我がトリコ、治療を任せる。何のつもりだ、英雄を。見ての通りだな。何、俺が話をつける相手は巨神の方だったのだがな。あれにならないというのであれば貴様に用を押し付けるしかあるまい。優勢の先兵、いや英霊アルテラよ。貴様はまどろみの中で全てを忘れたようだがな、我が王国と貴様とは多少の因縁がある。かつての地上の話であり、俺が誕生する前の契約であり、その相手は貴様ではなく貴様の方にだが。お前が私と契約だと。何、身内の恥というやつよ。郷原だが、俺の父に当たる者どもは貴様に一度見逃されていてな。その折に貴様は神々に誓わせたのだ、この借りは決して消えぬ、代償をもって返却せよとな。まったく俺には関係のない負債だが、これを踏み倒したとあってはウルクの名に傷がつこう。よって神々に代わって俺が貴様と契約しよう。一度きりだが。